ない夜に押しつぶされない方法は3つ。じっと月を見上げる。睡眠導入剤ハルシオンを飲む。スマホを手に取る。あの時以来、いつの間にか始まった日課。 Google に自殺と書き、同時に絶望と加えて検索してみた。827万件のサイトがヒットした。今度は自殺希望と入れてみた。4350万件だった。自殺は絶望より希望という単語と結びつくらしい。月が雲に隠れた夜、ツイッターでハッシュタグ自殺と検索して、私は彼らと出会った。穏やかな日曜の午後、マスク姿の人たちを眺めながら自殺について考えている。時々、じゃあそろそろ死のうかとささやく声が頭の中に響く。声を聞きながら、死にたいと思ってるのは本当に自分なのか分からなくなってくる。この公園には少なくともあと2人自殺を考えている人間がいる。呼びかけたのは僕のツイッターだ。今から大切なことが起こる。僕は DM をくれた人たちと公園で会うことにした。僕を入れて3人のメンバーだ。屋上の手すりを越え、下をじっと見ていると安らぎの涙が湧き上がってきます。あと3センチ足を出せば人生の全ての問題から解放されるのかと思うと、あまりのあっけなさに理不尽な笑いもこみ上げてきます。けれど世の中には14階の高さから飛び降りても死ねなかった人がいると知ると、どうしていいかわからなくなります。失敗して後遺症に苦しめられ、周りに迷惑をかけるなら、それは自殺よりも最悪の結果です。私はなんとか楽しく一瞬で完璧に死にたいと思っているんです。マサさんですか。だからね、自殺はやめようなんて言うなよ。楽しく死にたいの。は？ああ、楽しいっていう頂点で一瞬で死にたいの。どうやって？それを相談したいんじゃないの。楽しく死ぬ。喜びの頂点で絶対に失敗しない方法であっという間に死にたいの。注文多いな。あの、どうして死にたいか話していいですか？え？よかったらお二人も話してくれませんか？私知りたいんです。あら、もう始めちゃうの？早くない？どうしてそんなこと言わなきゃいけないの？あ、ごめんなさい。でも私話したいんです。自分の死にたい理由とお二人の死にたい理由を。私たちはどうやって死ぬかを話すために集まったんでしょ。どうしてじゃないでしょ。分かってます。でも少しだけでも。いやよ、なんで話さなきゃいけないの。そんなこと知ってどうすんのよ。私が死にたい理由は。聞きたくもないわ。大丈夫か。俺はここにいるぞ。どうしたんだ。マサさんどうしたの。すぐに行く。どこなの。マサさん、すいません、友達が大変なんです。聞こえませんか。あの姫。いえ、幻聴じゃないですか。幻聴。何を言ってるんですか。すぐ行く。待って。失礼します。マサさん。親友にひどいことしたんです。何？親友がパンデに感染して会社の同僚だったんです。病気が回復して会社に戻ろうとしたら、上司が誰かに感染したことを言ったかって親友に聞いたんです、うん、親友が驚いて、まあ、家族とか友達に話したって言ったら、この会社からパンデの患者が出たって分かったら会社の成績に影響するからクビだって言われて。何それ、ひどい会社ね。僕親友に相談されて一緒に会社と戦ったんです。やるじゃない。でも他は誰も助けてくれなくて、親友だけじゃなくて僕もクビになって。え、親友マンションに住んでたんですけど、会社と揉めてるうちにパンデだったことが広がって、ネットに名前とか顔写真晒されて、部屋に出て行けっていうビラが投げ込まれて。自粛警察ってやつね。親友はすごくショックを受けて悩んで、いろんなものに追い込まれて自殺したんです。え、時々頭の中で聞こえる声は親友の声なんです。マサさん。いえ、嘘です。え、僕相談された時に逃げたんです。文句言うならお前もクビにするぞって上司から脅されて、僕は親友を見捨てたんです。マサさん、口も聞かなかったし LINE も無視して電話にも出なかったんです。なのにどんどん頭の中で親友を助けたように過去が変わってるんです。最近だとどっちが嘘で本当が分からなくなる時があるんです。本当は逃げたんです。僕は親友を捨てて逃げたんです。しょうがないわよ、パンデの時代なんだから。だから自分が親友を見捨てたって覚えてるうちに死にたいんです。忘れたら絶対にダメだから。大丈夫よ、もうすぐ死ねるから心配しなくていいわよ。変な激励の仕方ね。ありがとうございます。じゃあ戻りましょうか。あ、一つ買い忘れたものがあるの。ちょっと待ってて。一緒に行きますよ。いいね。ちょっと待ってて。え？何？なんて言ったの？聞こえない。もっとはっきり言って。
どうしたの？大丈夫？あ、しない。お前は何どういうこと？お仕事は？無職です。以前はスクールカウンセラーでした。行っていいの？スクールカウンセラー、週に1回高校に行って生徒の悩みを聞くんです。でも私逃げ出したんです。逃げ出した？ずっとカウンセリングしていた生徒が自殺したんです。私のミスなんです。私どうしていいか分からなくて、もうカウンセリングできなくなって。そうですか。だからもう逃げ出したくないから参加したんです。谷川先生、昨日の三日月見た？三日月なのにさ、三日月の反対側、暗い部分が薄く光って月全体が丸く見えたの。びっくりしてさ、三日月なのに残りの暗い部分も目を凝らしたら丸く光って見えるんだよ。不思議でさ、調べてみたら地球照っていう現象でさ、知ってる？地球に照明の照、照るっていう字で地球照。月は太陽の光を反射して輝くでしょ。でもね、地球の光も反射してるの。三日月は太陽の光、残りの部分は地球の光を反射して光ってるの。すごいと思わない？地球が月を照らしてるんだよ。でもほとんどの人は明るい三日月だけを見て地球照には気づかないの。でも目を凝らせば見えるの。みんなに気づかれないものもちゃんと存在しているの。待ってください。マサさん、なんかないんですか？楽しいこと。楽しく生きることが自粛警察と戦うことなんでしょ？もう早く死のうよ。かなり危険ですが、一つだけあります。何ですか？慰問です。慰問？窓から見えた保育園に慰問するんです。マサさん、何言ってんの？慰問って何するんですか？お芝居がいいと思うんです。この3人でお芝居を作るんです。カーテンコールです。カーテンコール？何この音楽？自粛警察と戦い隊のテーマ曲です。昨日作りました。これが歌詞です。Yeah.